こんにちは、はらぺこです。お酒飲みに行きます。私は現在ポルトガルのリスボンに滞在しております。今から向かうのはですね、タイムアウトマーケットリスボンっていうところになります。まだマーケットに行く前なんですけど、これがなんかすごく美味しそうに見えて、ちょっと入ってみます。なんかさっきのところすごく美味しそうだったんですけど、あれでさ 12.5 ユーロするの、ちょっとちょっとやめとく。タイムアウトマーケット到着です。タイムアウトマーケットリスボンはヨーロッパでも歴史ある市場として有名なリベイラ市場に併設する形で、2014年に1号店としてオープンしました。建物のセンター部分にはイートインスペースがあり、それを取り囲むように話題店のブースがあるフードホール施設です。なんかこの辺の方がゆっくり飲めそうですね。はい、こちらのメキシカン料理屋みたいなところでですね、食べるものを購入しました。本当はがっつり注文したかったんですが、なんせちょっとひもじくてですね、おやつみたいなものしか買えなかった。注文したのはタコスと白ワインです。はい、そしてこのタイムアウトマーケットなんですけれども、2019年にはマイアミ、ニューヨーク、ボストン、シカゴ、モントリオールの5大都市にオープン。その後2021年には中東のドバイにも進出しているということです。そしてなんとなんとついにですね、2025年には大阪・関西万博に先駆けてタイムアウトマーケット大阪がオープンするとのことです。これは楽しみですね。はい、日曜日はですね、ちょっとお休みのお店も多いようです。はい、ちょっとあのマーケットがですね、観光客向けということで、年料金もちょっとお高めで、プラス円安で、なんか涙が出てきたので、ちょっと場所変えます。あ、ブラジャーを引いてる。結局このお店に入ってみることにします。多分さっきのところの系列店かと思います。はい、注文したのはポートワインと揚げ物のセットです。ポートワインは非常に甘くて、揚げ物とはちょっとね、合わない感じでしたね。これはビールの方が良かったかも。こっちの揚げ物は干しだらのコロッケで、中はモサモサしたマッシュポテトというか芋ですね。外側はアメリカンドッグみたいな感じで、中にトロトロのチーズが入っておりました。このグラスとプレートはお土産として持って帰ることができるらしいのですが、ちょっと荷物になってしまうので私は置いて帰ってきました。いや、なんか本当円安なのは十分分かってきているのであれなんですけど、あのおやつのようなもので2000円弱というのはやっぱり涙が出ますね。ちょっとスーパーにやって
おやつ買って帰りたいと思います。多分あそこの番号に37って出たら自分の番って感じだと思う。多分。はい、こちらの宿の共用スペースでちょっと食べていきたいと思います。なんかしっとりした生地の中にたっぷりのほうれん草が入ったキッシュでした。もう食べた瞬間口の中にほんと広がる草の風味っていうんですか、なんか美味しかったですよ。美味しかった、美味しかったけどすごい草の風味だった。おはようございます。夜ご飯食べに行きます。明日移動日なんですね。でさっきまでちょっとその準備をホロホロとしておりました。なんかさ、明日利用しようと思ってる駅があるんだけど、そこがなんか営業って出るんですよ、マップで見ると。なんか大丈夫そう、やってるのかちょっと分かんなくて、利用できなかったら、まあ、その時考えようかなっていう感じです。今坂道、やばい。この建物すごい。なんかリスボンはですね、まあ、女子旅とかでも良さそうですけど、カップルとかで来るのも楽しそうだなと思いますね。はい、やってきましたのはこちらです。ローカルの恩師たちが集っていたので気になって入ってみました。注文したのはスーパーボックっていうビールですね。ビールが安くて幸せでした。注文したのは油でひたひたに焼かれた肉です。この油の中にはニンニクと、あとね、卵が一つ落とされてますね。薄めの牛肉が塩コショウの味で入っております。油と芋とビール、三種の神器が揃いました。ここの店員さんもですね、愛想はゼロなんだけど、そこがまたゾクゾクしますね。たまりません。油ひたひたなのに全然くどくなくて、なぜかさっぱり食べれてしまうこの料理、不思議でした。とっても美味しかった。芋もですね、注文聞いてから揚げてくれたのでホクホクでとっても美味しかったです。やっぱりビールは美味しいね。はい、今回も最後までご視聴ありがとうございました。私のですね、ポルトガルのご飯はこれにて以上になります。明日は移動日です。また次の国でお会いしましょう。バイバイ。